れ前回の決勝って VTR 見たの？あ、はい、見ました。もうきっちり仕事してくれたんで助かりました。でもレース後、平原さんもすごく嬉しそうだったんですけど。あ、まあそうですね、はい、まあ、いいレースはできたと思うんで、まあ、ビッグの決勝っていうので、まあ、小さくならず攻められたんで。もうデビューして8年ぐらいだったの？そうですね、8年目、はい、そこ本当に一歩一歩上がっていったような。そうですね、地道に、はい、それでいいレースできたからね。もうこれからこそっと、こそっとしてたのは、あのちょろっと私の久留米記念か、久留米記念初日藤木豊が相手にガツンとやったでしょ。いや、やってないです。いや、たまにああいうのをやるとやっぱり、まあこそっと、これからもオールスターとか、まあ、ここ一回こそっとでもいいかもしれない。はい、小島さんもいるし。そうですね、まあ、あんま目立たないようにね。明日3社なんでどうしてもやっぱ先行しないと、はい、もったいないんで。G3G2 こう来てる中でこそっと行くのは大事なところですよね。はい、あんま目立たないように今回は走った。はい、今回はじゃあでも体調的には変わらない。はい、変わらず今回もこそっと頑張ります。維持できてる。はい、ちょっとでも前回初日じゃないですけど、まあそうですね、はい、課題だけちゃんと見つけて、うん、レースがやっていければ。そうですね、そこが今目標っていうか、はい、一つ一つレース無駄にしなければ、はい、求められてくるものがもう一回しばらくした後に来るかもしれない。そうですね、さらなる池田隼人の成長、さらなるこそっと、こっそりです、こっそり、はい。